今回は、銃弾戦の第2局を解説したいと思います。黒番が芝の十弾ですね。白番が巨三ですね。3手目に三三に入っていきましたね。 こちちらに K マンに打ちましたこれ打ち込み狙った手ですね下辺の。でこちらに打ちました。で打ち込んで戦いがいきなり始まりましたね。まあこれ互角の戦いのようですね。 こちらに帽子ですね。で、ここですね。評価値はもう、ゼロがちょっといいようですね。ここら辺では。これは意外と。ここのハイが意外と評価値下がってましたね。どうしてかというと。ここに、まあ、このハイは。 隅の黒を先手で行けようっていう手なんですけど意外と飛びと変わってここの真ん中の黒が弱くなるんですよね。なので、まあ、単に抑えてまあ後手なんですけど単に抑えて生きて送ってもあったのかなと思いますね。これだと一応白石がここら辺に来ないのでこの真ん中の黒が強い弱くならないということなのかなと思いますね。意外とこの先手の 間に合わせの手なんですけど、意外とそんなに得してはなかったようですね。で、白も攻めてきました。結構この真ん中の攻めが厳しかったんですね。で、こちらに飛んだ手がいい手でしたね。これ、ここの出切りが気になるんですけど、まあ、すぐにはちょっと白も怖いということですかね。大丈夫ということですかね。まあ、こっちに、 はみ出して左辺がまだ空いてますので、まあ、意外と、まあ、こうやって押さえても跳ねて、意外とこれ左辺が空いてるので、なかなか捕まらないということですね。結構左下の白も弱いので、大丈夫ということですね。すぐに行くのはで。この飛びがいい手でしたね。働いた手ですね。で、ここから仕掛けていきました。これすごい仕掛けですね。 すごい。これなかなか形が悪いのでなかなか気づかないんですけど、まあ、白も左下が弱いので黒も打っているということですね。で、ここに付けた手がすごい手でしたね。まあ左下の白が生きてないですので、まあ、何か打てば普通でしたけどね。なんかこういう風うに曲がって跳ねぐらい打って、まあ下がりぐらい打っとけば、 まあ、ここの一目取れてて、ここの一眼とここに下に一眼があるので、まあ、丁寧に受けとけば無条件で生きてる形なんですよね。だから受けてれば普通なんですけど、まあ、ちょっと生きるだけの手なので辛いという判断をしましたね。だから手抜い、ここの左下の白石、手抜いたのがすごい手でしたね。結構、白も危険な手なんですけど、まあ、ここの右、 下のの黒が弱くなるるででそれで打てるという判断をしたんですね先先に先制攻撃してただ一応評価値は逆転していてここでは黒が逆転していたようですね。まあやはりこの左下が生きてないのってここではやっぱりこうになってしまったんですね。ちょっとこうになってしまったのはこれは黒の一方的な花見ミなので。 ちょっと白も辛かったようですねこうになるっていうのはこれ白生きるだけのこうなんで黒のすごい有利なこうなんですねで白こちらに取りに行ったんですけどコ材でこういう手を打たれてしまうんですねでこうな でちょっとウ材がないということで結局生きないといけなくてここに連打することができたので、まあ、結局白はこの右下の黒を取りに行ったんですけど結局こうにされてここで連打されてこちらに打たれたので、まあ、ここの白がこう解消した時点では、まあ、黒が少し打ちやすい形勢にはなっていたのかなと思います。ただ結構形勢まだ難しくて。 難しいとこだったんですけどここで当てられた時にまあ、継げば普通なんですけどここに切ってった手がすごい手でしたねこれは芝の十段が決めに行きましたねすごい、まあ、また甲が始まりましたで甲材は、まあ、左下に甲材とかがあるので黒がやれるという判断をしたんですね甲が で、このひ、右下の子っていうのは黒の花見子っていうわけではないので、黒もこの子を負けるとすごい地が損ですので、結構お互い必死の子なんですよね、この子は。で、ここで白がね、見渡してみるとあんまりいい鋼材がないということで、こちらに出たんですね。ただこれは効いてない手ですので、こちらに解消することができまして、まあこれぐらいの損であれば、やっぱここ、 のの得がすすごいんですね隅の白も弱くなりますからなのでここのこうで一気に黒が優勢になったようですねこれはやっぱり芝の十段の読みと判断が素晴らしかったのかなと思いますね良かったかなと思います。で左下をの黒が弱くなっているので黒は左辺の補強をしましたね。 出て。もう決めに行きましたね。こういうところ芝の時代、全く緩まないですね。もう最短手数で決めに行きました。で、白も、まあ、切り返しですね。まあただこの羽根継ぎが効くので、これで取れてますね。で、出たんですけど、押さえて。まあ部分的には黒も目がない形で心配ではあるんですが、これ外側の白がですね、 弱いんですね意外とこれ止まってる形でなかなか真ん中出ていけないんですねでこちらに黒が打ったところで白が投了して黒の中押し勝ちとなりました芝の十段が最短手数で決めに行った名局だったかなと思いますまあこの後どうなってるかというと簡単に説明するとこの 白が全部取られちゃってるんですねなかなかこれ真ん中出ていけなくて攻め合いも黒有利ということで、まあ、白が全部取られては取れも仕方ないのかなと思いますね。まあ、一応絶芸のこの後の変化を見ていきましょうか。まあ一応絶芸が示しているのはこういうふうに目を作って繋いでもうこれ一眼しかないんですよね。で真ん中止まってまして9手目まで白が。 跳ねるところままで示してますねここまで鉄芸が示してますけどこれは攻め合いは黒が有利ですね例えば渡ってまあハイ、はい、とかですかつないでまあどうするんですかねちょっとこれ白もちょっと打ちようがないと思うんですけどまあ例えば放り込みとか で、まあ放り込みを打って、こういう羽とかにしましょうか。これ単純に詰めてっていいですね。あの、当てを打って、単純に外から詰めてって、わかりやすいですかね。で、こういうふうに打って、で、こういうふうに打って。 でまあ、ホり込みを打ってつなぎとかにしますか。まあ、これは、放り込んで、詰めて、取っても、これ先に、黒が、ちょっと先に当たりにできますので、この攻め合いは黒が勝ってますね。大丈夫ですね。なので、攻め合いは黒が有利ですね。で、他には、なんか、頭出したいんですけどね。 なんか、つない、つなぎとかですかね。つなぎとか打っても、これはどうするんですかね。まあ、単純に跳ねるんですかね。跳ねって。こっちに打っても伸びて。つないでも、これで、やっぱり、 止止ままままっっっってててててすすよねねここうやって出てもこうやや出もなのでこれ外側も出ていけないのでまあこれは外側出ていけないということは白が取られてるということですね。なので芝の獣段本当に内容的にはもう歴史に残るような名局だったのかなと思います。勝負のポイントとしてはやはりこの左下のコがやはりポイントだったのではないのかなと思います。ちょっと戻るんですが。 まここでですすねね白がつけた局面です、ね、ここ全く互角の局面だと思ったので、まあ、た単にねこれ無条件で生きれますのでつ、まあ、辛いんですけど生きるぐらいだったのかなと思いますね。まあ、ここの真ん中の白っていうのはそんなに心配はないですからね、まあ、黒コスミぐらいですけどコスミとかであれば飛びぐらいで右辺の方に連絡していけますので、まあ、これで。 互角の戦い互角の勝負だったのかなと思いますなんか黒がこうやって上から無理やりこうやって防止するのはちょっと黒無理気味な手ですので黒も真ん中薄いんですよねこれ単純に筋の悪い俗な手なんですけど単純にコスミつけられて抑えるとこっちに打たれてこれは防止が打ちすぎでこれ二間のところが薄いんですよねちょっとこれ逆にこうやっていってもはみ出されて しまって逆にこの真ん中の黒の方が弱くなってしまうのでこういう攻め方は黒の無理な攻め方なんですね。なので、まあ、こういう攻め方は無理なのでまあここの真ん中の白っていうのはそんなに心配ないのでまあこういうふうに打ってればまあこれぐらいが相場ではあったのかなと思います。 というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。